47都道府県作りたいものを作ってみよう第32弾。今回は北関東のウエストランド群馬県になります。群馬県はですね、上は新潟、両隣に長野と栃木、そして下に埼玉と面しているわけですが、その埼玉寄りのところに藤岡市という場所があって、その藤岡市でこの創作料理を藤岡市の新たな名物にしようと、藤岡市の飲食店数店舗で販売されているというある食べ物がありまして、その名もキムチとトマトの焼きうどん、略してキムトマうどんなるものがあるんだそうです。これはひょっとしたら西本ちゃんも知らないんじゃないかな。まずは鍋で細切れにした豚肉を炒めていきます。すでに若干の塩コショウを振ってあります。そんで肉の色が変わってきたところで、こちらの刻んだ白菜キムチを加えます。いやー、この豚キムチとして食べたい。そんで全体にキムチが絡んだら、湯むきした角切りのトマトを加えます。正直自分もキムチとトマトを一緒に食べるっていうのはしたことがないんで、味がどうなるか想像できないですね。トマトに熱が通ってくると徐々に崩れていきます。その崩れた果肉を全体に絡めていくと、そんでトマトが半分ぐらい溶けてきたところでうどんを投入します。そんでこれを全体に絡めて塩コショウで味を整えたら器に盛り付けます。そんで最後にスクランブルエッグを乗っければ完成です。できました。こちらがキムトマうどんになります。パッと見た感じ、オムレツの乗っかったナポリタンみたいな感じですね。それではいただきます。お、酸味があって後から辛みが来てうまい。正直味が喧嘩するのかなと思ったんですけど、あのキムチも発酵食品で酸味あるじゃないですか。だからトマトとそんな違和感感じないで味わえるのかもしれないですね。そんでトマトの味がしつつも唐辛子のピリッとした辛みを感じるっていうのは、あのパスタのトマトと唐辛子を効かせたアラビアータにちょっと近いような感覚がしますね。それがうどんのもちもち感に変わったみたいな。キムチのコクとかも感じるんですけど、それ以上にやっぱトマトが酸味効いててさっぱりと食べられますね。いろいろとキムトマうどん調べてみても、どこもキムチとトマトの割合はトマトの方が多めの方がいいらしくって、キムチは隠し味程度でいいらしいです。これはね、正直舐めてました。結構うまいです。ぜひとも皆さん試してみてください。